ヤンバルハグロソウダイクリプターチャネンススは、キツネの孫科の草。ハグロソウによく似ているが、別属である。一年生、または越年生の総本。茎はまばらに分子して、斜めに立ち、高さ30から60センチメートルになる。茎は、基部では横に伸びて、根を下ろすこともあり、その断面は4つの量を持つもののほぼ円形で、無毛である。葉は耐性で、 傭兵は長さ0.5から2センチメートル、傭心は楕円型から、卵状楕円型で、長さ2.5から8センチメートル、幅1.5から4センチメートルで、円は滑らかで先端は急に狭まって尖り、基部は次第に狭まる。傭心の円取り面の脈状には短い毛があり、それ以外は無毛。6から9月に開花、傭液から、 長さ1.5から3ミリメートルの短い柄を1本か2本出し、その先端に周3カ所の形で数個の花をつける。花柄は0.5から2ミリメートルでその先端に2個の花をつける。ただしこのうち一つは大影であり、小さなトを持つ。もう一つの正常花には大きいトがつき、長さ9から15ミリメートル、幅4から6ミリメートル。さらにその内側に、 線形の小方があり、その長さは額とほぼ同調。額は長さ3から4ミリメートルで5つの線形の列編に分かれ、それらはほぼ同調。果敢は白、あるいは淡紅色で上下2枚に分かれた神経花。果敢の長さは1センチメートルで筒の部分は長さ5ミリメートル、そのチューブで幅は1ミリメートル。上唇は長さ5ミリメートルで、 縁は滑らか、下唇は上唇とほぼ同調だがやや幅狭く、先端が三つに裂ける。果ては、扁平な円形で、長さ5ミリメートル、柔らかい毛が多い。種子はほぼ円形で、計2ミリメートル、柔らかい毛が多い。天マ大島以南の琉球列島に分布し、国外では中国南部、台湾、インドシナから知られる。やや乾燥した土手や林園に生える。 沖縄では、石灰岩地に多い。本種はハグロソウペリストラフィージャポニカに非常に似ており、この種も本属とした例もあり、そのためにダイクリプターの和名をハグロウ属としたが、果ては、ハグロウでは上から裂けるだけなのに対して、本種では上下から裂ける。また、花粉の発芽口がハグロウでは3つに対して、本種では2つだけである。現在は、ハグロ草属は、 エリストラフィーの和名となっている。ヤンバルハグロ相続ダイクリプターは、熱帯から亜熱帯を中心に世界に150種ばかりが、あるが、日本では本種のみが知られる。日本においては取り立てて、人間生活との関わりはない。ただ、この植物は除草剤であるグリホサートに対する、耐性があることで知られている。台湾においては、本種は医療に用いられたこともあったが、近年に、 中部地域で果樹園における重要な雑草となるに至り、その科学的防除を検討する中で発見されたものである。グリホサートは単子葉、総子葉いずれをも含む広範な植物に効果がある除草剤であり、その散布に対して抵抗性を発達させる例はあるが、本種は自然状態で抵抗性を持つ数少ない例である。その抵抗性やその気候に関する研究も、 行われている。以下、主として、佐竹ほか、P127 初島、P563 池原、P158 佐竹ほか、P127 池原、P158 初島、P563 大場、P115 佐竹ほか、P127 八という挙ト通る。ありがとうございます。